世話なくなっちゃったんや。斉藤先生全部比較はするんですよね。これバースのようなやべえ、なんだふと、なんだこれ三分の二ぐらいは安心を伸びたけど、今年ですね、出た紅生姜につきましては非常に着色が非常に良い果実が出ますし、まあ、粒の肥大についても非常に良いものが出ているのかなと、例年以上に、まあ、いいものが出ているというふうに見ています。で一番上にの特選ということになるんですけども、それに選ばれたものはやはりその色の揃いですね、今年は非常に色が良いというんですけども、やはり色にムラが出やすいものですから色の揃いも良いというのが非常に言われています。あとは粒の揃いですね。西村地域としても、まあ、紅生姜に力を入れてますので、まあ、粒の張りも色もいいものができてますので、非常に美味しく食べていただければと思います。美味しい果実ができているということで、皆さん食べていただければと思います。よろしくお願いします。